皆さんこんにちは、オタクエスト編集部の西原です。この時間は、機動戦士ガンダム00、楽園追放、ビートレスなどなど数多くの作品を手掛けられた、水島監督をお招きしております。今日は監督のパーソナリティおよびまた、日本のアニメ会、監督会みたいなちょっと裏話みたいなのを聞ければと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと簡単にご挨拶を、あ、自己紹介ですね。アニメーションの監督をやっております、水島誠二です。代表作は、先ほど、おっしゃったようにダブルオーであるとか、鋼の錬金術師とか、楽園追放とか割とこうハードめな作品を、メインでやってますが、今は、D4DJ という、ブシロードさんの、音楽コンテンツを監督させていただいております。はい、そこであのフォトンメイデンというユニットの音楽プロデュースもしていたりとか、いろいろやっております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとリラックスして話しましょうかね。はい、古い付き合いですね。そうですね。はい、かれこれ10年ぐらい、そうですね。でもあれ結局だから西原さんに誘われて、あの雑誌で連載したことがきっかけで、あの音楽プロデューサーまでたどり着いた。光栄でございます。間違いなくあの辺がなかったらこんなことできてないんで、ありがたいです。何かきっかけになれたみたいな、光栄ですけども、はい、水島監督のまずちょっと、初めて、見る方もいらっしゃる、多いと思うので、その監督の経歴といいますか、もともとその演出畑といいますか、制作進行演出っていうところから、そのキャリアスタートさせて、監督にっていうような、順番だったと思うんですけども、そもそも最初にやっていた、ちょっとこれは本当に初心者のふりしてちょっとお聞きしちゃいますけど、そのいわゆるその最初の頃にやってた演出のお仕事っていうのは、そのアニメの制作においてどういうお仕事なのかなっていうのをちょっと。そうですね、テレビシリーズにしても、映画にしても、大体その監督が、上にいまして、監督の、定めた方針のもと、例えば各話であるとか映画でいうとその担当しているパートっていうものを、取りまとめるのがお仕事で、大体その絵コンテというところから入ることが多いんですけれども、シナリオをいただいて絵コンテ書いて、でそれを監督に見てもらって、監督のチェックの済んだものを、それにのっとってアニメーターや各セクションと、打ち合わせ等をしながら、上がりのチェック等をして実際のフィルムに仕上げていくのが演出のお仕事ですね。だから監督は全部自分でやっちゃう場合もありますし、めちゃめちゃ介入する監督もいれば、渡しっぱなしの監督もいると、いろいろですけれども、総じて監督含めて演出家ですね。だから、あれですよね、なんかその監督は常に作品全体とすると、その演出家っていうのが それぞれ手分けして、その各パートをその小監督のように、そうですね、そういう意味では、監督、場合によっては監督と総監督っていうふうに、名義が分かれる場合とかもありますし、そういう意味ではなんかそんなにこう完璧にカテゴライズされているわけでもないですね。しかも援助っていうのがいたりとか、副監督というのがいたりとかして、単純に作業量が多いので、それをシェアしないと、スケジュールをうまく回せないみたいな時は、役職を分散させて、それぞれに、なんていうんですかね、いわゆる責任分担をして、作ったりとかもしますね。演出のポジションにいると、例えばいろんなアニメーターさんですとか、その実際に手を動かすスタッフさんの方々とかなりご一緒する時間は長くなりますよね。そうですね、ただ、ここその作業を担当している間っていうのは割とみんな一人一人でやっているので、お願いして何週間とかは、全然没コミュニケーションになりますけど、基本的にはその上がってきたものをまたチェックして返してとか、そういうところで同じ、そのスタジオとかで、作業をしていれば、また全然別のコミュニケーションの取り方にはなると思うんですけど、基本的には割とそのシステマチックに自分の机の上にその積まれたものを見て、それを次のセクションに渡すなり、元の人にこう直してほしいって要望するなりみたいな感じなので、
実は集団作業と言いながらそんなに何て言うんですかね、一つところに集まってっていうのは昨今のケースだとあんまりないかなっていう、うん、特に今ねコロナ禍だと、はいはい、もうテレワークっていうか自宅作業っていうのはとにかく多いので、うん、はい、なるほど。まあ何かおそらくあの海外のアニメファンも、はい、まあ、白箱なんかでこうかちょっとかじったと思うんですよね。ただじゃあ制作進行はじゃあその演出さんの動きをもっとサポートするみたいな。そうですね。制作進行は実は、うん、なんていうんですかね、本来は一番職能の高い人がやるべき、うん、ポジションで、はい、要は全てのセクションと、うん、関係を持って、うん、でどこに対してもなんかこう誠意を持って、うん、接しなきゃいけないですし、うん、何よりもやっぱりスケジュールとクオリティの管理っていうのは、うん、実は制作が握っているところがめちゃめちゃ多いので、うん、はい、そういう意味ではもうすごくなんだろう大変なお仕事だと思いますね、うん、はい、いやでそこからその監督もそこのポジションからこうキャリアを始めていって、はい、でまあ演出やっていた方がこう、うん、いずれ監督という仕事をオファーがやってくるとっていうところなんですけども、うんうん、なんかその日本のこのアニメ業界だとその、はい、まあ、演出だったり作画だったり、まあ、いろんな出身の監督さんいらっしゃいますけど、その監督になるまでの、その過程というか、はい、そのなるきっかけみたいなのってあるんですか？いやでも、そのオーソドックスななり方は、はい、まあ、監督の前にやっぱり演出っていうポジションがありますんで、その演出にどうなるかっていうことを言うと、一番ポピュラーなのは多分制作をやっていた人間が制作進行から、うん、まあその制作を極めるためにデスクになってプロデューサーになるっていうラインがあるとすれば、制作から設定制作って言って物語上でその出てくるいろんな設定を管理して、そのシナリオうちにも出てそれをこう整理していく役があって、設定制作やると演出に近くなるので、で設定制作やってまあ炎上かもしくは演出にそのままなるか、でそこから先まあ、認められれば監督のチャンスがやってくるみたいなパターンが、うん、まあ、一番オーソドックスなんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、今はでも作画とかでもその企画をどっかの人が一緒にやろうと、絵がね優秀だったりするとそういうふうに誘われたりとか、まあ、いろんなケースが出てくるようになりましたね。で、なんだろうな、別に監督って管理職っていうわけでもないと思うんで、才能があれば別に誰がやってもいいと思ってるので、まあ、そういう意味ではチャンスはすごく増えたと思いますし、演出から監督になる場合ってやっぱりその演出やってる時にいかにアピールして、うん、アピールしてっていうか自分にしか作れないフィルムを作るみたいなところをこうやってるとチャンスを与えてもらえるっていうのはあるんじゃないですかね、うんうん、僕も結局でかいこと言ってたら回ってきたっていう感じですからね、うん、そうやらせてみようかって思わせるっていう、でその時にちゃんとやりきれると次がある感じですかね、うんうん、なるほど、はい、うん、ね、監督デビューした時っておいくつだ？31です。31、はい、あでも若い、若いですか？そうですね、まあ、30代ぐらいで監督になれると、うん、まあ、ちょうどいいぐらいなんじゃないですかね、うん、はい、僕はただ絵コンテそれまで10本も書いてなかったりとか、うん、ただもうそれもあの僕の後に別の監督が本当に2本しか書いてない監督になったやつもいて、はい、だいぶなんかそこも精力すごいんじゃなくなったなってまあ僕もだからそんなに演出のキャリアが、うん、を積んでないけど監督になっちゃったっていうのがあって、うん、まあ、当時はだから運がいいなみたいなことを言われてましたし、はいはいはい、自分も運いいなと思いましたね、はい、ね、まあ、今回そのこのオタクエストコネクトのそのシリーズの中で、はいはい、夏目慎吾監督とかにもインタビューして、あの方も割とトントントンと、でも夏目さんってあれですよね、はい、そもそもすごいアニメーターだから、ね、はい、だからやっぱり作画でそういうなんか演出的な、うん、目線を持ってる人が監督になっていくっていうのは、うん、やっぱりケースとしては増えてきてるし、うん、いやすごくいいことだと思いますね、うん、もう圧倒的に説得力違いますからね、うん、でもこれは難しいのがやっぱり本当に演出家とか監督としてのセンスがあるかどうかっていうのは、うん、意外と絵が上手いだけだと、うん、なんかごまかされる部分はあるんだけど、夏目さんとかも本当に本物だなと思いますし、うん、結構だからそういうところとか見てると、はい、あこの人はすごくいいけどこの人はやっぱりそのまだ監督やれる器じゃなかったんだなみたいなのをフィルム見て見て撮れたりとかもするので、うん、なんかその逆に起用する人間の線美眼がすごく
はい、こう難しくなってるんじゃないかなと、はいはいはい、前はなんかルートがあったんですけど、今ルート無視できるんで、うん、まあその分ね、起用した人の任命責任というか、そうですね、だから本当にそこがすごく大事だなと思いますし、うん、まあそれでいて逆にそのなんだろうな、今中堅っていうのかな、若手プロデューサーっていうのかな、うん、だからその抜擢をしたがる人間がやっぱりいて、うん、大抜擢みたいな、うん、でもそのまあ自分が関わった演出家とかがすごくいいチャンスをもらえたって喜んでて話聞くと、ちょっと危なそうだなみたいなんで、何かあったら相談しないって言ったら、やっぱりそのプロデューサーのその考えがすごく甘くて、それは危険だろうっていうことをやっちゃってる人とかもいて、どっちかっていうと監督よりもプロデューサー育てる方が大事なんじゃないのかなって思いますね。なるほど。だ僕は割とあのやっぱりあのなんで一緒にお仕事した人が結構強烈なプロデューサーとか多かったので、なんかそういう意味ではそのちゃんとビジョンがあって、そのこの作品を作るために必要なマスターピースを捕まえた後にそれをこうちゃんとバックアップするチームとかを作れる人が多かったんですけど、今監督捕まえたらそれで終わりみたいなところがあって、でうまいこと言うんだけどそのスタッフを集められるスキルがプロデューサーもその下にいるデスクも持ってなくて、結局いつも同じチームでやっているんだけど、その人たちは監督のやりたいことに対してこうそれほど力がなかったりみたいな、なんかすごいこんな人たち始めましたみたいな企画でいざ放送始まってみるともう3話ぐらいでバタバタでダメになっちゃうみたいなこともあるじゃないですか。あれがもう一番もったいないなって思うので、なんかそういう意味ではそういう雑味を作れるプロデューサーをもっと育ててほしいのと、もう単純にやっぱり今キャパが足りないってどこも言ってるんだから、そんなに作品作んなきゃいいのにっていうのが一番本心としてはでかいですね。ものすごい今脇道にそれてますけど、自分の思ってることめちゃ言ってるって、ずっと言ってるんですけど、半分でいいじゃんって。なんでそんなみんなで作るの？クオリティも上がりますしね。いや本当なんですよ。なんかそれで食べれなくなるみたいなことを言う業界人がいるんですけど、もうぶっちゃけもともと単価が安いんだから、そこはもう企画する側とか、制作する側がもうちょっとそのやっぱり企画をきちっと吟味して、一本一本にある程度の予算をちゃんとね、立ててやるべきだし、まあ今とかね、その海外のネットフィリックスとかいろんなところから、いわゆる予算をね、いい予算をつけてくれたりとかしてるけど、まあ、それがまだ現場的に言うと下まで届いてないっていうのは現状ですけど、それってもう長くそういう、こうシステムでやってきてしまっているので、なかなか改善できないのはもう見えてるから、なんかその全部の会社が横並びにやらなくてもいいから、強いそういうふうな、なんかこうことができることが、ところが増えていって、全体的に作品の数も減らしつつ、なんかバランス取れたらいいんじゃないかなと思いますけどね、なんかうまくいかないですね。相変わらず作品数多いですからね、多いですね、まあ、まさにそのネットフリーとかアマゾンとかの話は、どう感じてらっしゃるか聞いてみようと思ってたんですけど、やっぱりここ2、3年その業界の中でその作品を作る上で、そのスタートの座組のスタートはやっぱり変わり始めましたね。今までのそのビデオメーカー、あ、それは変わってきてますよね。まあ、だからその前には、中国から出資がすごく入ってたりとかっていう時期もありましたから、まあ、そのただまあ何て言うんですか、アニメが儲かると思って出席してくるわけで、儲かんなかったら、まあ、スーッと波が引いてくるっていうのは、まあ、当然あると思いますし、まあ、ただネットフリックスやアマゾンっていうのはその配信するやっぱりそのタイトルを、ね、欲しくて、まあ、いろんなところとこうやってますし、まあ、実際に力がつけてるから、まあ、そういうところにいかにちゃんと打ち返すかっていうのが、まあ、大事になってくるとは思うんですけど、まだその現場的に言うとそういうところと組むメリットをその制作会社よりも下のスタッフはあんまり感じていないっていうのは実際のところあるのかもしれないなと思いますね。だからまあなんか本当になんだろうな、スポンサーとかね、出資する側が、増えて、お金が
いいお金がついてもなかなかやっぱり下まで落ちてこないっていう下の方まで保証されないし、まあ、何よりも最近とかだとあの企業が IP を持ちたいっていう思惑があって IP 創出とかね言ってるところもありますけど、そういうところとかが結局その IP の元になるキャラクターとかいろいろなその作品世界とかを構築するのに、そこに対しては結局その外部の人間にそのやってもらわなきゃいけなくて、でもその一緒に仕事した外部の人間にはあの最初に権利を放棄しろって相変わらず日本的なやり方をしてたりとかするので、これどうなんだというのはすごくありますね。特に個人だとめちゃめちゃそこ弱いっていう、僕あの事務所入ったんですけど、はい、それ一つだ理由それなんですよ、だ会社が一緒に会社の人間として行けば、うん、うちの会社とそこの会社とで、うん、じゃあ両方で IP を持ちましょうって話になるんだけど、個人だと一番最初の契約書に、うん、そのそういうところを放棄しなさいって、うん、普通に書いてあって、うん、うーんってなったりとかね、しながらどういうことなんだろうみたいなそうですよね、うん、だまあ、なんていうの、そのなんだろうな、たった一人がノーって言ったら先に進めなくなるリスクっていうのは、まあ、散々そのメーカーの人とかにも言われてるし分かるんだけど、なんかそれにしても企業の方が美味しくて個人がそんな結構おだなりになるのは、なんか本当にその今後そのアニメーションを作っていく中でみんないろんなそのなんだろうな、本当クリエイターっていうか、その本当に作りたくて面白いものを作れる才能がある人がなんか伸びていかないし、そういう人たちが結局苦しくなるようなんで変えていかなきゃいけないよなと思うんで、そこの整備とかは本当にしっかりやってほしいなと、はい、まあ会社によってはね、きちっとその監督印税最初からもう考えてくれる会社とかももちろんたくさん出てきてはいるんですけど、はい、さらにそこからもう少しなんかやっぱりその制作会社込みでクリエイターにももうちょっと権利とかっていうものはきちっと開かれていくといいなと思います、ね、そうですね、なんか別にハリウッドが全て正しいっていうわけじゃないですけど、まあ、日本の映画界もちょっと似たようなところがあるわけじゃないですか、だからやっぱまずプロデューサーにがなんかそれぞれその優秀で独立したプロデューサーっていうのがちゃんといて、そこにお金が集まって、っていう座組になっていくと、ちょっとその関わる企業が減ったりとかして、そうですね、まあ、ちょっとその、実際に手を動かしているクリエイターにもお金が回りつつ、いいものを作ろうっていうような機運っていうのはちょっと必要かもしれないですね。そうですね、まあ、でも本当にそこはなんか、今まで整理されてこなかったところだと思うので、まあ、僕らの、ね、次の世代とかはしっかりその、はい、なんだろうな、やっぱり一番その根幹のアイデアを一緒に出して、その世に送り出した人間がやっぱりちゃんとそれがこうなんていうんですかね、あの良かったと思えるような、なんか体制になってほしいなと思いますね、そうですね、だから結構海外の方でもなんかそのアニメ作りにこう携わりたいとかってい う、 こういろいろ意欲のある方はいらっしゃいますけども、割となんかこれから変わんなきゃいけないと、その結構アニメ制作会社が、自体がもっとその自分たち の、 その制作力をマネジメントするというか、あの要は手を動かして作れるのはアニメ制作会社じゃないですか、メーカーじゃなくて、そうですね、だからそこがだから結構 IP を取れるようにっていうのはすごくあると思います、実際だからそういう動きをしているところも何社もありますからね、だから それだけじゃなくて、さらにそこからまあ何か日本はフリーランスがとにかく多いので、アニメ業界はそこもまあ問題の一つなんだと思うんですけど、あのもっともっとやっぱ作業者にきちっとお金がいく形になるといいなというふうには思いますね、まあちょっとその日本のアニメ界のこう、今のね、こういろいろ目に見えてきた課題というものもちょっとご指摘いただきつつなんですが、まあちょっとね、やっぱり監督のその作品性といいますか、その監督が携わってきた作品についてもちょっとお伺いしたいなと、で、まあ私の個人的な好きなその監督のエピソードの中で、WOについてそのお話しされてた時に、あれはまあ映画の未知との遭遇だったっていうようなことを、これね、オフィシャルでおっしゃってたのか飲み会の場で言ってたのかちょっと私失礼なんですけど、僕の話はしましたけど、まあ、ある意味その異星人といいますか、未知なるものとのコンタクトを描いたものですね、最初からやっぱそれをやりたかったものだというふうに、おっしゃっていて、それが非常にこう心に残っていて、で以降のその他の作品においても、まあ、やっぱり SF、っていうものをなんかいろいろな形で
表現されてるなっていうのはすごく印象としてあるんですけども、うんうん、ご自身としては何か自覚とか自覚っていうか、はい、まあ、ガンダムのお話をいただいた時に、はい、やっぱ富野監督がやられたそのなんだろうな、ファーストガンダムってやっぱりその第二次大戦を射撃にしているっていうのはまあ割と分かりやすい、はい、ところだったと思うんですけど、あのまあ 9.11 のテロがあった以降の、はい、うん、そのいわゆる戦争っていうものを描くことを避けられないコンテンツとして何をやるのかって思った時に、あの単純にその何だろう、敵がどこにいるのかわからないとか見えないみたいなことを考えていた時に、出たアイディアの一つが、いやもう完全に宇宙を舞台にして、うん、異種族とのコンタクトのお話にしたら、うん、多分今までと違うガンダムが作れるんじゃないかなっていうふうに思って、で実際にそれともう一つが、実際に作られた00のベースになるお話の2種類で、うん、っていうふうな感じですね。で、うん、サンライズに持ってったら、うん、宇宙生命体の侵略を受けるんですよみたいな、うん、しかもそれはこうであれみたいな、はい、まあ、劇場につながるようなアイデアを口にしたら、はい、その攻めてくる宇宙生命体っていうのはあのタコみたいなやつですかって、はい、真顔でサンライズの人に言われて、はい、これはダメだなって思ったら案の定やっぱりもう一個の方取られたそう。だからまあそういう意味では、うん、まあ、ちょっとそのマクロスが、うん、まあ、やっぱりその宇宙人とのコンタクトの話だったっていうのもあって、うん、そこも言われましたし、うん、なので今その実際に使われたファーストシーズン、セカンドシーズンの下敷きになるような、うん、まあ、ストーリーを選択したというふうな形ですね、ダブルの時、うん、まあ、でもやっぱりその単純にその人間同士のいさかいの形って、うん、割とガンダムの中では語り尽くしてる気がしたので、うん、まあ、一層もう本当にコミュニケーション取れないものとの、うん、そのコミュニケーションをいかに取るかっていうのを軸に持ってったら、うん、面白いかな、うん、圧倒的に強いものにどう人類が対処するのかっていうのはやってないかなと思ったんで、はいはい、それでそういうアイデアを出したって感じです、ね、うん、はい、琴さんは SF がどうのこうのっていうか全然全然、はい、だから僕自身その SF が得意だとは全く思ってないので与えられる題材が SF 的なものだったりとか、はい、割とそのコミュニケーションをテーマにしたものを作ろうであるとか、うん、まあ、最近だとビートルズとかも周りがそういうイメージを持ってるだけで、はい、読むとまあ確かに俺はテーマとして選びそうだわって思いますよね。だから AI、 あれもだから結局じゃあどこまで行ったらそれは人であって機械じゃなくなるのかみたいなことは楽園追放でも似たようなことやってるし、はいはい、あれもあれはグロブチ君のアイデアで俺がそれに後乗りしているんですよ、はい、でただ打ち合わせの最中にいろいろ話したことは確かになんかこうウルブシ君なりに感じるところがあって、うん、ああいう風な形になってったっていうのがあるんですけども、うん、そもそもが楽園の時にも人の知らない話作ろうぜっていうのぐらいしか言ってないんで、僕は周りが三島さんは SF が得意だって、うん、まあある意味レッテルを離れてるんですよ、うん、だからそういう仕事が気がち、うんうん、っていうなだけで、はい、なるほどなるほど。だから個人的には別にすごい SF にハマってて、うん、SF 大好きっていうわけでは全くない、うん、だ途中から僕のは SF っても少し不思議ですからってずっと言ってる時期ありました。硬、はいはい、くなに、そうですね、ちょうど夏色奇跡ぐらいの時にすごく あれもだってファンタジーで少し不思議な、はい、なんだおいしさまってっていうね、はい、そう、あれもでも別に僕はああいうの作りたかったわけじゃなくて、はい、もう放送開始まで、うん、そう、もう1年切ったよみたいな時に呼び出されて、はいはい、まとめてくれって言われてでそのまとめてくれって言われてる要望の中に、はい、なんかちょっと超能力とか、うん、なんかその不思議な力とかを使う少女たちの話してほしいって、うん、今書いてあるプロットのどこにそれ入ってんだよみたいな状態で、はい、もうすぐまとめなきゃいかんってなったんで、はい、じゃあここ採用みたいな感じでやりながら、うん、あ、じゃあもうそのいわゆる石神伝説、うん、石神伝説みたいなのとかが残ってて、僕が大好きな漫画家の鳥海さんもそれを題材に漫画描かれたりとかしてたから、うん、そのいわゆるなんだその石に神が宿ってるみたいなことって普通日本 そのなんか宗教観とかではあるから、うん、もうそれにしようぜって、うん、であとも神様のいたずらだよって言って、はい、あれをもうそういう設定にして
ガーッと走ったんですよね。だからそれをきっかけに彼女たちがひと夏でなんか不思議な体験をして、うん、それでこう友情がさらに深まっていくみたいな形にすれば、うん、言われてる題材全部クリアだろうみたいな、はいはい、もうすぐシナリオやんなきゃ間に合わないよみたいな状態であれやった。あれだ、人生で一番きつい仕事ってよく言ってますからね、はい、嘘でしょっていう、放送がここですって決まってて、はい、あの指折り数えてどう考えても12ヶ月ないっていうなんだそりゃってこれで苦節4年とか言われても、はい、俺1年もらってないよみたいな世界ですからね、そうですね、うん、だからそんな仕事だってあるんですよ、うん、ただそれでいくと、はい、その監督、はい、先ほどその、ね、その監督になるには、うん、なんかその、はい、俺その自分にしかできないフィルムを作ってその認めてもらうっていうところでいくと、その水島監督が、うん、その監督足りえたそのなんでしょうね、その映像といいますか、そのフィルムっていうのは、そのどんなふうに自己分析されてますか？いやでもね、それって結局、はい、あの僕の場合は、はい、あれですね、演出になってから非常にアニメーターと仲良くなることが多くて、はい、でなんかアニメーターのコミュニティになんかポコッと入ってる演出家だったんですよ、はい、でそれはもう別になんか熱いもの作ろうぜとかじゃなくて、うん、カラオケ行こうぜとか飯食おうぜとか、はい、飲み行こうぜとかっていう時に呼ばれるっていう、うん、で僕お酒下戸だったんで若い頃って飲んでなかったんですよ、うん、でも飲み会行くとバカ話して盛り上がる中の一人で入れたし、うん、まあ、言っちゃうと車持ってたんで、うん、終電なくなったやつ送っていったりとかしてたんですよ、はい、だこういうなんか関係とかもあって、はい、割となんかこうフランクに、うん、その夜中の3時ぐらいになんか急に飲み屋に呼び出されて、うん、で朝までこう一緒に飲んで、うん、始発動いてるんで車で送っていくみたいなこととかをこう繰り返したりとかして仲良くどんどんなっていって、だからそういうなんかこう若くて勢いのあるやつととにかく知り合いが多かったんで、自分がその話数担当とかで入っても、うん、自分で勝手にそいつらに声かけて、うん、アニメーター集めて、うん、はっちゃけたフィルムに自動的になるみたいな、うん、そういうのがスレイヤーズやってる時にあったりとか、うん、でそういうんで割となんか水島くんがスタッフ呼んでこれる、うん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 、なんかでそれでなんかすごいスタッフとうまくやって熱いフィルム作るみたいなのが、うん、まあなんとなく伝わって、でジェネレーターガーグルって先にまさにそれで、うんうん、初監督だからお祝いに参加してくれよっつって、うんうん、もう本当に、まあ、例えばあれですよね、今ロメアとか監督した今石くんとか、うんうん、まあ、あと最近何やったっけ、あれかバジリスクの監督の木崎くんとか、うん、まあ、本当にあと後藤慶司くんとかも入ってたし、はい、まあ、かなりそのなんだろうな、あと中村豊くんもいたし、うん、まあね、みんなあの、はい、富岡隆の名前を言うの忘れた、ね、トミーとかもキャラクター全員入って、ね、うん、創作監督やってくれて、うん、でなんかそうやって割と若い人間がわっと集まって作るこうフィルムの、まあ、中心人物みたいな風に思ってもらえたのか、うん、それ以降はだから、いや監督って仕事が切らずに、うん、切らさずに、うん、まあ、やってこれてるみたいな感じですね、うん、みんな偉くなっちゃって最近はもう全然別々に仕事してますけど、うんうん、そういう意味ではフィルムのなんか特殊性っていうよりは、うん、なんか勢いがあって、なんていうのかな、うん、その時その時の旬なスタッフを監督自身がアサインしてくるみたいなところが、うん、僕の場合は最初売りだったと思います、うん、だから特別なんかすごい映像をなんだろうな、自分一人で作ってるっていうよりは、うん、みんなが持ち寄ってくれる、うん、そんな感じですかね、うんうん、だから別になんかアート思考でもないですし、うん、しっかり丁寧に、うん、分かりやすいフィルムを作るっていうのが心情なので、うん、まあ、それをずっとやってきてるんですけど、うん、もともと若いうちに一緒に組んだ人間がスキルが高いアニメーターが多かったので、うん、そういうところに関するの線引き眼というと違うのかな、うん、なんだろうな、そのクオリティに関しての要求はやっぱある程度高いので、うんうん、それに見合ったらそのなんていうのかな、作業ができるところを自分で口説いたりもしますし、うん、今とかもやっぱそこのこだわりが強いんで、うん、なんとかそこをそのクオリティをきちっと保証することで、うん、なんか信頼されて仕事が来てるて、うん、まあ、そこなんじゃないかなと思います、うん、まあ、特別なんかだから映像美みたいなとこってないじゃないですか、うん、まあまあ、まあ、うん、こう流れで見ついちゃいましたけど、うん、まあタイプ的にはじゃあ、うん、新海誠さんとかとは全く違う人種ですもんね、その一人で作るから始めた方と、うんうん、最初からむしろ
もう優秀な方々とつながりがあって、うん、そこですぐこうすぐっていうかまあねきっかけがあれば集まることができるっていう、そうですね、仲間から始まる、まあ、そういう意味ではだからプロデューサータイプってよく言われてるのはそういうところだと思います、うんうんはい、まあ今もだからその作品を振られたら、うん、じゃあどういう人とやったらこの企画がうまくいくかとか、うん、どうその何ていうのかな、強いクリエイターを配置してもらった方がいいのかみたいなことは最初にすごく話しますし、うんうん、まあただその前に結局お話をどう作るかってところが、うん、そこかもしれないですね、あのとにかく何だろうその初見の人についてこれるようなフィルムを作るっていうのは、うんうん心がけていますし、うんまあ、そう言いながら相川さんと組むと難解なものとか作ったりもしますけど、うんまあ、でもそのまずシナリオありきっていうのはずっとでも監督になってからはこだわってますね、うん、本が面白くなかったらどうにもなんないんだよっていうのは僕思うので、うん、そこの部分をとにかくしっかりやりたいっていうのがあって、うん、脚本家に関しては本当に毎回毎回、うん、あの自分がこの人とやりたいと思っていて人と組ましてもらったりとかしてますし、うんまあ、そうじゃないケースでもやっぱ黒田君とかはその企画側が一緒にやってみてほしいって言われて、うん、やっぱお互いこう距離を詰めながらね、うん、ちゃんといい仕事をしろってやった結果やってダブルとかもいい感じに言ってますし、うんまあ、何よりもやっぱり脚本を大事にしてるっていうところがもしかすると、うん、あれかもしれないですね、あの、うん、あんまり他にいないようなことはないと思う、うんうん、今までが割と自由過ぎたって思う部分もあって、今とかはその海外出資もそうですし、日本の企業とかもそのアニメっていうものが、まあ、作品っていう部分でもそうですし、プロモーションとしてもすごく有効だと思うようになってきてて、アニメだけでその商売がね成立するわけでもないっていうこともまあ分かってきているんで、まあ、そういう意味では何だろう、その本当にこう足並み揃えて自分たちがこのプロジェクトでどこの部分を担ってて、どれぐらいの成功させなきゃいけないのかっていうきちっと考えた上で面白いものをさらに作るようにするっていうのは必要にはなってきてるんじゃないかなとか思いますね、うん、そうですね。もう最近ずっと 3DCG のことばっかり気にしてあの取材ばっかりしてましたけど、なんか本当ここ1年ぐらいはこの本当にそのネットフリーきっかけなんですけど、なんかもうちょっとその構造的なところ、なんかアニメ の, そのどういうふうな資金の流れでどういうふうに作られて、で何が成果があって何がダメだったのかみたいなのは、なんかメディアとしてももうちょっとこうつついていきたいなと思うんですよね。そうですね、なんかだからその企画のスタートの時に、うんうん、なるべくその実際に制作する、まあ、その責任を負う人たちっていうのはアサインできるようになってったらいいなとは思いますけど、うんうんうん、なんかまだそこに向かう過渡期かなっていうふうには思いますね、うん、今はなんかどっちかというとそのソシャゲとかがやっぱりすごくセールスが大きいので、うん、そういうところと、まあ、メーカーとかが向き合って企画書をまとめて、うん、でそれに後からアニメのスタッフがアサインするみたいなことが主流になってますけど、まあとはいえそのアニメって実はものすごく情報が多くて、うん、あのお客さんにダイレクトで見てもらうものではあるので、ゲームとかってやっぱりそのゲームがフルアニメーションってやっぱりなかなかないですし、うんまあ、止めた後、ね、セリフもそんなに分量が多いわけではない、うん、でどっちかってやっぱりゲームはゲームが主役であるから、うん、ただそれで培ったそのキャラクターが実際にそのドラマを構築したりとかして、うん、そのやはりユーザーにそのイメージっていうものを強く伝えるものがアニメーションになってくるんで、うん、アニメにするときに結構そのゲームからコンバートするのはすごく難しい作業なので、うんうん、そこをもっと最初からちゃんと一緒に立ち上げてすり合わせた方がより面白いものになるんじゃないかなっていう実感もありますね、うんうん、なるほど、まあ、ある意味アニメ監督と漫画家が一緒になって漫画を立ち上げて、まあそうです、だから何でしたっけ、あれとか、ユーリとかね、こういうやり方してましたし、まあ今だから僕 D4DJ では結構その、登場するそのユニットのいくつかはアニメの方で先行してそのストーリー作りとかキャラクターの掘り下げとかをやらせてもらったりとかしてますし、まあ、どんどんそういうなんかこう取り組みが増えてくるんじゃないかなと思いますね、うん、そうですね、今ちょうど単語が出ましたけども、はい、D4DJ ですよね、はい、新しいその監督が水島監督が次に関わる、はいはいはい、次の作品バリバリやっております、はい、というところで、まあ、ここはその
今話せる範囲でいくと、はい、今監督はどういうお仕事をそのされてるのかなって今そのプロジェクトですか、プロジェクトの中で。あ、でも基本的にはアニメーションの監督でありつつ、はい、まあユニットの一つであるフォトンメイデンという、うん、まあ、EDM を、まあ、メインでやってる音楽をやっている、うん、ユニットの音楽プロデューサーというのが肩書的には、うん、はい、ですね。ただまあもともとそのブシロードの木谷さんの考え方が、うん、まあ、そのコンテンツ自体がやっぱりそのゲーム、アニメ、それからライブっていうものが、うん、同時垂直立ち上げでお客さんに見てもらうことが望ましいっていうことで、うん、もう結構2年ぐらい前から企画には関わらせてもらっていて、うん、でその時にすでにコンテンツ と、ゲームさんの方で作って設定を共有してもらって、うん、そこからは割とアニメで扱うところに関してはかなりこっちにイニシアチブを握らせてもらったりとかして、うん、そのちゃんと連動できるような形でこう取り組んでるので、うん、割とそういう意味ではそのコンテンツ全体のところに関わらせてもらってる、うん、まあ、意見交換しながらやらせてもらってるんで、うん、そういう意味ではなんか一方的になんか降りてきてるものをアニメ化してるっていう感覚ではなくて、うん、全体で協力してやらせてもらってる感じですかね、うん、だから非常に、まあ、風通しもいいですし、うん、じゃあその中でアニメとしてそのギリコ DJ とコンテンツで何を伝えるべきかっていうところもきちっと、うん、お話しして、うん、作らせてもらってるんで、うん、まあ、すごくやりがいがある面白い仕事ですね、うん、キャスティングに関してはただ一切僕は権限がないというか、うん、基本的にもうすでにそのコンテンツ側で、決めたキャスティングが降りてきて、はい、じゃあ いかにその人たちと、うん、まあ、作品を作っていくかというところなんで、うん、今まで使ってなかった筋肉を使わせてもらってるっていうか、うん、まあ、かなりトンチをこう使ったりとかしながらやってるんで、はい、はい、まあ、いい経験だなと思います。出来上がってるものに関してはもう全く今までのもの に比べて遜色ないものが出来上がってると思ってますし、うん、まあ、ミュージックビデオが、ね、2本公開になってますけど、うん、その制作が3次元ということもあってその 3D のクオリティは相当高いですし、うん、お話も面白くできてると思うので、うん、まあ、ちょっと放送が始まるのを待っていただけると。そうですね、普通に海外展開も、はい、もうすでに考えてるということなので、はい、ちょっと最後に、いくつかお聞きしたいんですけども、はい、まあ、このねオタクエストコネクトが開催される理由、最大の理由でもあるそのコロナという部分に関しては、はい、監督ご自身は今現状仕事の中で何か大きな影響を受けたりとかっていうのは。あ、でもやっぱりその、うん、3密を避けるっていうのがあって、うん、まあ、普通に、音響作業とかはやっぱ役者さんを狭いところに大勢入れるわけにはいかないので、うん、かなり細かく分けて取ったりとかするんで、その分時間がかかったりとか、うん、あとそうですね、そこが一番大きいかな、うんうん、あとはもともとさっき言ったように、うん、打ち合わせ以外は個々がその個々の持ち場で仕事をするので、うん、まあ、そういう意味ではリモートでも割とうまくいっているから、うんうん、そうですね、だから自粛期間があっても、うん、完全に仕事が止まるということはなかったので、うん、そういう意味ではその僕の仕事自体には大きく影響は出ないけれども、うん、でもやっぱりその他の外部のセクションと、うん、やる作業に関しては遅れたりとか止まったりとかっていうことはありましたね、うん、ちなみにその先ほどその 9.11 だったり 3.11 っていう、はい、単語も出てきましたけども、うん、はい、このやっぱりコロナ以降で、はい、そのまあ、アニメに限らずかもしれないんですが、うん、いわゆる映像コンテンツ映像エンターテインメント、うん、世界中の何かその変わるきっかけになりうるの か何かすでにもう感じている部分があったりするのか。そうですね、まあ、でもやっぱりその何だろうな、自分が生きてるうちに、うん、ああいう、ね、9.11 のような同時多発っていうのは、うん、あれはアメリカで起こりましたし、うん、まあ、3.11 の東日本大震災、まあ、その前に阪神大震災もありましたけれども、うん、その大きいなんか災厄災が起こったりとかっていうのは、その時に対しにそのエンターテインメントとは何ができるのかっていう、うん、なんか問いかけがあって、その時のそのキャラクター像っていうものを、うん、まあ、その時のこう何ていうのかね、ムードを考えながら、うん、
なんていうのかな、その見てもらった人に何を感じてもらうかっていうことをすごく考えながら作りましたね、うんうん、だからただ今回のコロナはまたそれとちょっと違う感覚を持っていて、うんうん、そのなんだろう、その命に対してのこう考え方っていうのがちょっとその改められた部分とか、その感じ方っていうものが、災害って、まあ、言ってしまえば大きな事故的なところがあって、瞬間に起こって自分の物事、その人生とか周りを変えてしまうなと思うんですけど、コロナってそのいわゆる本当に自分がかかってしまったりとか身内がかかると多分大きく変わると思うんですけど、見えている世界自体は何も変わらないっていうのがむしろすごく怖く感じて、僕とかもあの年齢的にも50超えてますし、まあ、普通に成人病もお持ちの男なので、まああのね、かかると重篤化して死の恐れありとかって思うと、まあ、かなりビビっていますけれども、ただまあじゃあそれその空気を街中が発してる方はね、逆に若者は全然ピンピンしてたりとかするので、まあ、そういう意味では今までのその災害とかそういう大きな事件とはちょっと違うよなっていうのがあって、じゃあそれをどうフィルムにそのなんだろう影響を及ぼすのかっていう意味では、僕は自分作品ではそれは一切ないと、てかむしろそこを気にしないように作ろうっていうふうに思ってますけど、これ逆に面白いことに若いプロデューサーとかが急に進んでる作品で、いやこのコロナの自粛期間を経てとか言い始めて語り始めて、ちょっと待ってよみたいになったりとかねしたりとかして、だかそのやっぱりこの得体の知れない怖さみたいなものが継続しているから、なんか結構メンタルに来ちゃう人多いだろうから、なんかそういうの影響を受けて出てくる作品とかもありそうだなとは思います。ただなんだろう、前の時は割とその演出家だけじゃなく、なんかクリエイティブに関わっている人間が、特にあの 3.11 の後って割とやっぱり作り手がちょっとこうなんだろう、みんな一変そのエンタメとか言ってる場合じゃないんじゃないのって空気から一転して、やっぱりそのなんだろう、我々のそのこう作り出すものが、まあこのね辛い気持ちを少しでも和らげることができるんだったらって、一気にガーって加速した時を見てて、なんかそういう風になりづらいじゃないですか。だからそこがだから一番の違いかなって思いますね。ここで終わりましたっていうのがうわ分かんないですからね。あとは結局人が、たくさんの人が喜んでくれるっていうのを共有しようとか思うと、ライブがとにかく今無理だってなったら、みんな今こうやって配信とかを使っていくと、そのやっぱりなんだろう、新しいリアルになっている感じは、あの頃はまだやっぱりね、その結局被災した人たちとかがあのどっかに集まってるところに励ましに行ったりとかもできたし、そのなんだろう、人を集めて対面してなんかこうほっとしていく部分っていうのがあったと思うんですけど、なんか今それができないから、逆にだからどうこそこうなんだろう接するかみたいなことで言うと、やっぱネットワークってその若者は受け入れてると思うけど、じゃあお年寄りはどうだとかっていうところも含めて、すごくこう距離感がなんか取りづらいっていうか、もともと僕らってそのなんだろうな、見えないところに投じていたから、そんなに大きくは変わらないと思うんだけど、でもその相手のその気持ちが変わってるよなっていうのは若干影響は出るだろうな。それはでも多分作り手個々がどう感じてるかによって全然違うんで、その本当に 3.1 とかの時に比べるとみんなそれぞれ思ってることって違うんじゃないかしらっていうのは思いますね。なんか変わると思います？でもちょっと感傷的な作品やっぱ出てくるのかなと思うんですけどね。それは思いますね。だ僕一番思うのは今だからその、D4DJ ってもとにかく明るい作品を作ろうってやってるんで、今やってるの D4DJ で良かったなと思いました。これ逆にその普段やってるなんか命とか何ぞやとかコミュニケーションの話とかっていうと、今コミュニケーションが密に取れないっていうのがあったりとか、あと命に関しては常にねその危険にさらされてる感覚であるとかっていうのはリアルに持ってるから、それを作品に落とし込むためにもっともっとフィクションの中で考えなきゃいけないとか思ったら、もうこれはうつうつしてくるし、あもうやってらんねえやって絶対なるなと思いますね。そういう意味ではなんか前向きな作品今もう一本別のやつもあって2本ともそうなんでよかったって思いながら、確かに確かに、逆に今辛い作品作りたいと思わないですね。リアルが辛いっていうか、そっかもしれないですね、本当に救いのない
映画とかあの作品が逆になくなるかもしれない、うん、そうですね。あとあれかな、うん、ウイルスネタの作品が、多分描き方変わるなっていうのは、そうですね、ありますね、はい、あのなんか道端でギャホーとかって血入って倒れたりもしなくなるな、はい、あのみんながどこに危機感を感じたのかって思うとこね、そうベッドの数とか結局なんかエンタメで分かりやすく整理したところが、うん、実際やっぱ起きないっていうのも大きいですよね、うん、やっぱリアルがこんなきたきたと怖さが、はい、でしかもその、ね、なんだろうな、そのそのね、コロナっていうものの、うん、に対する恐怖が、うん、そのこんなに人によって温度差があるんだっていうのがね、なるほど、いや、あの非常に楽しいお話をたっぷり聞きましたね。いや、あの本当にあの面白かったです。本当にちょっと最後にですね、はい、カメラこちらのカメラにですね、はい、あのまあ、今まで見てくださった、まあ、海外のアニメファンの方にちょっと一言いただいて、はい、お別れしたいなと思います、はい、まあ、このコロナ禍で、配信という形で、こういうイベントが開催されるっていうのも、あの多分なんだこうワクチンとかできてね、あのみんながもっとこうリアルに会えるようになってなった時にこう思い返すとすごくレアな、面白い試みだったんじゃないかなって思える日がきっと来ると思うので、みんなでその日を楽しみにですね、それまではなんだろう、こういうインターネットを通じてとかいろんな交流の仕方っていうのもこれからまだまだ生まれてくると思うので、まあ、僕らの作品も、ネットワークを通じていろんなところで、見れるようになるふうな形で今どんどん進んでいくと思うんで、ぜひ、みんなでこういう状況を楽しんで、特にオタクはそういう力を有していると思うので、楽しんでより良い、だからより楽しい世界を、作っていきましょう。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。何言ってんだ。まあでもオタクは絶対こういうの免疫あるからね。